吉田さん堀江隆文さんですか T シャツいいじゃないですかあの私ね堀江さんにね洗脳されてると言われていた時期があったんですよまあそれは、まあ、堀江さんのね考えてることをまあ私がね真似して言ってるからだと思うんですけどもあやっぱりいいアイディアだなと思ったらそれをやるしそれを口にも出すし それがまあ洗脳されてるって言うんだったらね、まあそれでいいのかなと思いますけども、なんか二言目にはね、洗脳って言葉が出たりとかね、なんとか信者とか言って、ほんとワンパターンな人が多いなというところと、あと語彙力がすごく少ないんですよね。なんかもっとね、あ、それはなんか結構辛辣だなーっていうふうに、なんか惚れ惚れするようなね、まあそんななんかこう、 コメントいただきたいかなと思いますけども、なかなか期待通りにはいかないもんで、えー、今回は山本太郎さんに洗脳されてるんではないかなってコメントもまあまあ入り始めましてね。まあそういうれたらどっちかって誇らしいですよね。山本太郎さんの考えと私が一致してきた。つまりは洗脳されてきたっていう風に評価してるわけですからね。でもそうなると、そういうふうに洗脳されてるっていうふうに言う人も、山本太郎さんの考えと私の考えが一致してるってことがね、よくわかってるなぁと。 そういう判断だから洗脳っていう言葉を使ってるんだとしたら、私より山本さんの方、山本太郎さんのことね、詳しいんだろうなと思いますよね。<laughs> まあ、つまりね、やっぱりこう、アンチコメントって、結構ね、その人を研究してないとアンチなコメントって書けないんですよね。あと、人を評価することもよくよく知らないと評価するコメントって書けないんで、なんかやっぱりね、こう、ファンなんでしょうね、そういう意味を持ってもね。で、洗脳、洗脳っていうんだったら、なんか毎日毎日、あの、パンツ履いて過ごしてる人っていると思うんですよ。 で、2、3日私はパンツを履いてませんって人なかなかいないと思うんでね、ノーパンで過ごしてますみたいなね。ってことはパンツに洗脳されてるっていうことでいいんですかね、そういう人はね。うん。まあ何でもかんでも洗脳っていう言葉を使って人を貶めたいとかね、恥をかかしてやろうっていう、まあそういった意志がありありとしてるのかなっていうところかなというところでございます。今回以上です。